これがあなたを一生幸せにしますって感じ。どうよ、どっからどう見ても理想の王子様だろ。言っとくけど、フリでプロポーズしてるだけだからな。本気とか思うなよ。プロポーズ、バシッと決めるぜ。漫画とかドラマで好きなやつにバラをプレゼントするじゃん。あれ絶対恥ずかしい気がすんだけど。ゴーストを相手にするのって大変なんだな。一緒に住んでるお前にちょっと同情したかも。恋愛ね、俺にはよくわかんないけど、一緒にいて楽しいやつかどうかが重要じゃない？ハートのエースらしく、ぎゅっと花嫁のハートを掴んでやるぜ。俺はまだ恋愛とかいいわ。今はお前たちの面倒を見るので忙しいし。理想の夫婦像？そんなん人それぞれじゃね。幸せの定義だって人それぞれだしさ。せっかくだからってルーク先輩がヘアセットしてくれたんだよ。あの人器用だよな。このロゼットの文字見える？サムさんに魔法で入れてもらって。で、さすがに近寄りすぎ。俺絶対に結婚遅いタイプだわ。え？そういうやつに限って？なわけねえし。んだよ。あ、俺がこんな格好してんのおかしいって言いたいんだな。俺こそがあなたにふさわしい。って、こら、返せ！それプロポーズのカンペなんだよ！